こんにちは、ベンジです。私は男になりたい。続きやっていきます。テトリスのところからですね。あ、テトリスの前にまずこいつを、まあ、ここはもう慣れたもんだからだ。まあもうここは慣れたもんだから全然ここはもう慣れたもんだから全然余裕で。ダメだね、短時間しか慣れは短時間しか慣れは続かない。わかった。よし、うい、はい、テトリスいきまーす。死ぬなよ。よし、ね、L 字が来てから左に乗って右下行くんだよ。あれを消してから右下、ここ間違いない。で、すかさず上に乗る。あっ、バカ。あ、わかった。そういうことね。わかったよ。わかった。わかった。もうわかった。その次どこ行くか考えとくか。左端だね、今のところ。で、右移って、また左行ってか。いや、あそこ乗っとかないとダメか。生殺しっていうのもなかなかむごいね。死ぬのが分かってて死期を待ってる状態だからね、さっきの。よし、行きまーす。ほい。この曲なんだっけな、コンペイトーの踊り、チャイコフスキー、くるみ割り人形、コンペイトーの踊りだったと思うな。あ、違う、あー、そう、ジャンプして二段ジャンプで、あの上に乗るんだよ。四角の上に乗る。これは置いて、頭がついていかない。こっからだったらもういけるよな。OK。今からもう一発でいくから。よし。絶対ここで死ぬと思ってた。よし、もういけるよ。ここだよな。やべ、もう忘れた。いいんだ、ここだな。あっ、ちょ間に合わねえ。動いてるテトリスに触れても大丈夫なんだ。ここで一回右行って左戻って、あ、戻んない、右。L字が来てから分かんねえな。さあ行きましょう。はい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 。よし、こんなミスんなよ。はいはい、初めてここまで来た。どうすんだっけ。置いていいな。あいつが右から
こっち、ここ、ここで、あ、早くしないとテトリスされる。え、うぅ、下げられた。ちょっとドクターマリオ出てきた。面白いじゃん。左の個数とか全く関係ない。しかも次もドクターマリオじゃん。OK。わかった。今のは俺の操作ミス。さあ、テトリス始まりました。ドクターマリオの前に、でももう行き方わかったからね。絶対間違いないよ。意外と、難しくなくてよかった。難しくないって言っていいのかどうかわかんないけど。はい。いや、俺が最も苦手とする動きじゃん、これ。距離だよな、あれ。こっから。これと一緒で。こうだよな。すぐ左を、すぐ十字キーを離さないで、十字キーを押したまま、ベーン、あれ？ベーン、あれ？ベーン、ベーン、ベーン、あれ？嘘、ここできなかったらできないよ。右に膨らん、あ、右側に膨らんでもいける。あ、OK。右に膨らんでいけばいい。うん。OK！ もう完璧。テトリスクリア。うん。なんか自分の動画を見返してね、たまになんか、コツコツ音がすると思ったら、なんか、気合が入ると、親指をテーブルにぶつける癖があるみたいな。お、なる。お、聞こえるか。そういう変な習性を、気づいた。あいつが攻めてくるから、はい、はい。どう？今、この、ブロックを恐れず。え！さっき練習したじゃん！無理な距離？これ。しかも死ぬじゃん。動いてるブロック。ちょっと、何マスあるある。何マスとかじゃわかんねえか。ちょっと待って。こういう時、指で測る。これくらい。こっちの方が高いじゃん。うん。こっち登れたら登れるはずなんだけどな。縮尺一緒だよ。うん。ジャンプの練習。こんな高く飛べるの？ねえ。もう、こんくらい飛べるんだったら、全然余裕だよ。なんで？わかんねえ。ほい。よし、時間ないからね。おこの距離、なんで、いやなんで飛べないんだ。もう一回測る。こっか、あ、こっからここな。ちょっと、さっき、間違えた。
あ、全然。ここ行けんのに。なんでだろうね。ここだと飛べなくなるとかないよね。あ、基本的にブロックには触れないでおこう。間違ってないと思うんだよ。おお、きそうで届かない。青いのの先端に乗っといて、わかった。すげえ難しい。逆パターンだからこっちで一回練習しよう。こう、こう、よし。もういける。これでクリアする。もう分かったよ。ちょっとタイミング難しいけど、あの右の方でやる離れ技と同じようなことやる。もうちょい、次、これの次、これ、これと、ああ、やり直します。ここ、ういっしゃー正解。お、カービィセーブ。落ちねえよお前。こう、セーブが埋まってるだけの場所か。新アクション。え、むず。こうか。うお。え、むず。え、むず。逆換切って。すげえむずいこれ。これ今まだただ練習だからね。そのうち絶対本番が出てくるこれ。すぐじゃ飛べない。あ、すぐでも飛べる。よし、練習はこのくらいにしていきましょう。うっ、ちょっとツタから2段ジャンプできないんじゃない？できない。うん、2段ジャンプはできない。いや、すげえむずいんだけど、これ。同時に、こうだな。シビア。
ほらじゃねえ。もう指痛えんだけど。多分これ見てる方もイライラすると思う。これ右手から失敗したら俺切れるよ。でもこの高く飛べる時と飛べない時の違いが分かんねえ。ジャンプできる時とできない時の違いも分かんねえけど、ここでさ、金輪際ツタ出てこないでほしいな。うっ、おっ、奥さん、奥さん見ました今。今トゲ落ちてきたの見ました。なんとか当たんなかったけどさ。何何何、どういうこと。いいんだよね。ピュンピュンじゃなくてさ、追いかけっこやだ。この追いかけっこはこの追いかけっこやだね。結構今いいタイム出てたと思うよ。そこら辺でそろそろリンゴが落ちてくるな。油断させてるから。あっ、とりあえずツタは、とりあえずツタはもう金輪際出てこないってことでよろしくね。あ、バカ。このパティーンは絶対後で時間足りなくなるから。絶対後で時間足りなくなるから。あ、落ちてこない。ここら辺、押してこない？来ないね。来ないけど？来ないけど？そうだよね。途中どっかで、左の方の上？山登ったとこら辺か。また。この上で待機。いや、ここで待機じゃないの。あぶねえ。いや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 、それはちょっと。上乗ってく。あ、無理。ああ、いいけど。
こいつの上、乗れるかな。なんか死にそうな気がする。なっぱり？なっぱり？なっぱり死ぬか。ああ、そこでかわす。わかったわかったわかった。え、かわしたらどうすんの？トゲあるぞ。ここでかわしたとこでさ、トゲがあるんで。いや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 、え、ね、マジ、あ、見えた見えたけどさ、俺苦手なやつじゃん。さっき苦手になったやつじゃん。つった OK。頑張ろう。やっぱここは時間に追われるんだな。あ、もうやること忘れたよ。はい。ここにもツタがあるぞ。ここ落ちたらもう戻れないよね。多分下の台車はあそこで止まってて、こうキューピョンピョン。ピョンピョンピョン。むずっ。そうだよね、ツタが初めて出てきてすぐ使わなくなるはずがない。うえ、ここのリンゴは違うもう忘れた。え、ちょっと待って、逆感切るんだよ。切るっつって右に長くビョーンってやんだよ。むついな。ここのシーナリングを飛ばしてから、はい、うわー、シーナリングを飛ばしてから、うわー、いや、そこは別に急ぐ必要ないんだよ。ここ。はいはい、あ、はいはいはい、指で、よいしょよいしょよい、あ、もうちょいくっついててもいいはずだな。いきます、いきます。いや、そうだよ、左しか練習してねえもん。右ができないはずだよ。アイワナビーザガイ最終回ということでね、今までご視聴ありがとうございました。いやー、キッドもだいぶ男になりましたね。ではさよなら。こんにちは、ベンジです。やっぱりやるか、男になるために。無理だよ。
いや、今の惜しいね。すごいことが分かりました。これね、コントローラーじゃできないんだわ。キーボードでやったらすげえ簡単だった。ただキーボードの操作に慣れてないんで。今ちょっとね、あまりに分かんなくて、あまりにできなくて、ネットでコツを調べたの。そしたら、ジャンプボタン押しっぱなしでいいみたいな。で、左右押すだけで飛べるって書いてて、ほら。で、コントローラーでやっても、ああ、それできなかったんだけど、キーボードならできる。ほら、こんな簡単。ほら、簡単。超簡単じゃん。何それ。落ちてくる。落ちてくる。あぶね。ああ。もうちょいじゃん。ねえ、すげえ簡単。なんなんだよ。俺の2日間を返してくれ。はいはい、はいはい、楽勝。ちょっとキーボードをテーブルの上を置こう。よいしょ。よし、これでいける。はい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 、よし。いや、壁蹴りってこんな簡単なもんだったの。あ、やべ、あー惜しい。よし、うわー、よし、うわ、プロすぎる。あー危ない。よし、あ、ツタ登る必要ね。セーブだ。すげえイライラしたけど、穏やかな気持ちになった。じゃあここで今日は終わります。日付が変わってというか違う日にやったんですけど、始めてすぐだけど前のやつが多分取れ高がないから、今回はここで切ります。さよなら。